皆さん、こんにちは。今回は、ボス CE1 コーラスアンサンブルのパート3の動画になります。皆さん、ついに発売されましたね。どうですか？皆さん、聞いてますか？僕は毎日聞いてます。結構ね、こう、曲ってこう、ファーストインプレッションでいい悪いっていうのもあるんですけど、長い間聴き込んで、いい曲っていうのもあると思うんですよね。僕は結構そういうとこを大事にしてるんで、まだまだ聴き込んで好きな曲を見つけていきたいと思います。それではパート3いきます。ボス CE1 パート3はこの2台の CE1 のノブを回しながら比較していきたいと思います。CE1 はピッキングのダイナミックスにとても反応がいいので、同じ演奏ができるかといったらちょっと難しいかなと思ってます。なので、このループペダルに僕が弾いたギターのフレーズを録音して、それを再生しながらノブを回していきたいと思います。それでは行っていきましょう。どうぞ。Thank you.
Thank you.
はい、いかがでしたでしょうか。次の動画では5つ目の理由として他のペダルとの相性についてボス CE1 の魅力を追求していきたいと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。